どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが4月16日日曜日の試合終了後なんですけれども、 タイガースは本日、ベイスターズと戦いましたが、結果1対2で敗れるということで、タイガースは今シーズン初の連敗、そして横浜スタジアムでは昨シーズンから10連敗という形になりました。まあ、先発、佐伯投手が7回2失点、素晴らしいピッチング見せてくれたんですが、1点では勝てません。そして今日の試合前、驚きの情報、岩佐投手の抹消ですね。これが何を意味するのか、そして今後の選手企業どうなっていきそうなのか、この点についても深掘りしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは投手

昨日、タイガースは雨で試合が流れましたが、大竹投手のスライド登板はなく、予定通り佐伯投手が先発。今日の試合が始まる前の時点で、リーグトップの脱三振率12.83。いつも通りというか、何も変わらず自分の投球ができたら一番いい。チームの流れも変えられるように、低めに行くところは行って、変化球をしっかり投げ切るというのをやっていければ問題ないと、このように語っていました。そういった中でまず初回、先頭佐野選手を空振り三振。2番京田選手はショートゴールとリズムよくツーアウトを奪います。しかし3番宮崎選手にヒットを許した後、4番 選手にツーーーラランホームランンホム許しましししまままままたたたたインコース寄りの速球でしたがうまーくれれて打たれましたかねそして2回、先頭関根選手のライトフライがぐんぐん伸びて、フェンス側まで行きました。ただこれをライト森下選手がタイミング抜群のジャンピングキャッチ。いや、このプレーは佐伯投手を救いましたね。しっかりフェンスとの距離を確認してたんで、迷うことなくジャンプできました。これもし取れてなかったらスリーベースになってる可能性もありましたからね。この回は森下選手のファインプレーもあって三者凡退。そして3回も三者凡退ということで、今日かなりベイスターズ打線積極的に振ってきてたんですよ。 やはり前回登板で7回11奪三振追い込まれる前に攻めていこうという意図を感じましたただ4回ノーアウトランナー一塁二塁のピンチを迎え5番桑原選手足も速い選手ですがここできっちり463のダブルプレー今年はゲッツー取りこぼさずしっかり2つ取れるそこに打たせるピッチャーはもちろんですが入管改革がいい方向に転びまくっていますショート木並選手も肩の力を高く評価されていましたしこういう部分でも生きていますよねこの回はゲッツーもあってなんとか無失点ピンチはありながらも粘っていき5回は再び三者凡退ということでしっかり試合を作ってくれます ま、先ほどもご紹介した通り、ベイスターズ打線が早いカウントから仕掛けてきてたんで、三振数は多くありませんが、それでも力で押せるのはさすが。そこから6回もピンチを招きましたが、粘りに粘る。この辺りで崩れないのが今年の進化でしょう。そして7回は三者凡退。終盤でも150キロ出ますからね。やはりこの馬力は大きな魅力です。今日の再起投手は7回107球2失点。初回の一発が悔やまれますが、それでも素晴らしい投球ですよ。しっかり先発ピッチャーとしての仕事を果たしてくれました。さあで8回から系投に入りましたが、まず今更投手がマウンドへ。 前回が今シーズン初登板になりましたが、やはりこの選手はブルペンに欠かせません。去年の成績もそうですが、まとめ役としても必要不可欠。そういった中で1番佐野選手を見逃し三振。2番京田選手を空振り三振とパーフェクトリリーフ。で次は右の宮崎選手ということもあり、細かい系統。岩更投手らしい力強いストレートが戻ってますね。さあ残り1アウトというところで、カジア投手がマウンドへ。 絶対これ以上点はやりたくないという系統で絶好調宮崎選手を迎え二人で三者凡退若いピッチャーの台頭もそうですがこの二人の安心感は素晴らしい今年も頼もしい存在になってくれそうですでは続いて打線の方を見ていきますが今日は全体で4安打一得点ということでまさすがに1点ではなかなか勝てませんよねそして全体でも4安打ということであまりヒットは出ませんでしたがまずはスタメンです1番センター近本選手2番セカンド中野選手3番レフトノイジー選手4番ファースト大山選手5番サード佐藤選手6番ライト森下選手 7番キャッチャー梅野選手、8番ショート木南選手、9番ピッチャー佐伯投手というスタメン。今日はこのメンバー聞いていただいてわかる通り、佐藤選手、森下選手がそれぞれスタメン復帰。佐藤選手は今日の試合を迎えるにあたって、 手応えはありますね。大丈夫です。しっかり練習したんで頑張りますと、このようにコメント。まあ、不審脱出への手応えを語っていましたが、やはり得点力アップには、クリーンナップの爆発が必要か可欠ただ序盤から苦しい展開。初回は2アウトからノイジー選手がヒットで出塁しますが、大山選手が空振り三振。そして2回、3回はそれぞれ三者凡退ということで、かなりストレートで押されていた印象。タイガースは開幕した当初、かなりハイペースでフォアボールを選んでいましたが、ここ最近は結構ゾーン内で勝負されている印象があるんですよ。やっぱりそれはここまでチーム全体で、ホームランが少ないこと とも影響してるのかなとノイジー選選選手手手ががが2本本本本渡辺選手が1本選手が1原口の合計4本しかもその中でスタメン起用されてるのはノイジー選手だけなんで、より思い切って勝負されてる印象。まあだからこそ大山選手と佐藤選手、特にこの2人の一発が待ち遠しい。そういった中で迎えた4回、ついに出ました。4番大山選手が1点差に迫る、今シーズン第1号ホームラン、平良投手の仕上がりがかなり良く、序盤は完全に抑え込まれましたが、初球のスライダーを完璧に捉え、弾丸ライナーでスタンドイン。で大山選手はコメントで、打ったのはスライダー、佐伯が我慢強く投げて くれてるんで、なんとか点を取ってあげたいという気持ちでした。この後逆転できるように頑張ります。このようにコメント。まあ、今シーズン13試合目大山選手自身53打席目でようやく出ました。いや、長かったですね。ただ、ホームランの力は偉大ですよ。なんせ一振りで点を取れるわけですから、それが4番バッターに出た。これはチームにとって非常に大きいです。ただ、打線全体は5回までに9つの三振を奪われるなど、平良投手に抑え込まれる展開が続いたとで、それ以降の攻撃なんですが、6回終了時点で平良投手に初の二桁打つ三振を献上するなど打ち崩すことはできませんでした。で。あとは 中継ぎ陣との対決になりましたが、まずは7回ですね。戦闘ノイジー選手がマルチアンダとなるレフト前で出塁するも続く、大山選手がゲッツー、これ変化球打たされてしまいましたね。で、ランナーなくなって、ここからなんとか攻めていきたいというところ、2。アウトから佐藤選手が2ベース、まあ、これはうまくフォークをすくって気持ちを見せるソーもありましたが、ここでチャンスで森下選手。なんとか1本出したいところだったんですが、見逃し三振。これで森下選手は今日3。打席連続三振ということで、それぞれの三振の内容を見てるとかなり打席で迷ってしまってるかなという印象。真ん中。 の,かしての三振ももああっったんででヒットが出てててないこともありす悪循環に陥ってる形ですそして8回は代打糸原選手から始まりましたが、その糸原選手がショートゴロ。そしてそこからも代打構成、島田選手がセカンドゴロ、渡辺選手がショートゴロということで三者凡退。そして9回、近本選手から始まる高打順でしたが、セカンドゴロ、セカンドゴロ、ライトフライということで三者凡退。まあ、今日の試合は1番近本選手、2番中野選手の出塁がなく、ノイジー選手が2本、大山選手が1本、佐藤選手が1本ということで、まあ、クリーンナップにそれぞれね、ヒットは出たんですが、まあ、今日は 全体的に打線ととして繋がななかったなという印象でですねで今日の試合見ていく中で一つ SNS でいろんな意見が出ているのが木浪選手に代えて代打島田選手が起用されたこと、まあ、というのも今日の木浪選手はノーヒットではありましたが、まあ、これまでの打席内容を見てると今一番タイガースで状態がいい選手ですよね、まあ、木浪選手も今日ね空振り三振空振り三振と、まあ、正直打席内容自体は良くなかったんですがそれに代わる形で起用されたのが島田選手、まあ、島田選手はここまでシーズンノーヒットということで岡田監督の中でもなんとか1本出してこい、まあそう こういう思いというのもあったでしょうただここで島田選手自身一本出なかったということはもしかしたら今後入れ替えもあるのかなという風に予想しています、まあ、これはちょっと厳しい見方かもしれませんが島田選手や板山選手まあ、今ねちょっとライトはかなり流動的になっていますから今後入れ替えの可能性というのは十分にありますそしてチーム全体で見ていっても大きめのね入れ替えがあっても不思議ではない状態かなということでまあ、試合終了後ね岡田監督がどういうコメントを出していくかこれは注目していきたいポイントですということで最後になりますが今日の試合前タイガースファン衝撃の情報が入ってきました ねそれが岩佐投手の抹消です。ここまでセリーグトップの5セーブと守護神転校シーズンでもさすがの安定感。岡田監督も大きな信頼を捨ていましたが、抹消情報を見た瞬間、僕も思わずマジかと声を出してしまいましたよ。渡辺選手の時もありましたが、特例抹消なのか、それとも怪我なのか、いろんな不安がよぎりましたが、まず今の結論としては疲労を考慮しての抹消、いわゆるリフレッシュ抹消だと球団から発表がありました。先ほどご紹介した通り、ここまで5セーブを挙げていて、早くも7試合に登板しています。タイガースが今日の試合前時点で12試合を表、 タイガースが今日の試合前時点で12試合を消化していましたから、かなり登板ペースは速くなっていました。岩佐投手は昨シーズンもリフレッシュマッがありましたが、今年が実質2年目のシーズン、さらに開幕前には WBC、そして帰国後も急ピッチで仕上げ、開幕守護神としてスタートを切りました。ですのでこの流れを見ても、相当ハードなスケジュールだったのは明らか。 ここまでしっかり結果を出してくれていますが、まずは一旦ペースを落とそうという判断になったのかなと。今日は全体練習に参加して、キャッチボールなど軽めの調整。まあ、昨日の時点で抹消でも良かったんじゃないか。もしかしたら今日何かアクシデントがあったんじゃないか。まあ、そういう見方もできる緊急抹消ではありますが、我々ファンとすれば、今あるリフレッシュ抹消という情報を信じるのみです。本当に何もなければ、最短10日で戻ってきてくれるはずです。岩佐投手不在の間、9回を誰に任せるか、そして空いた枠をどう運用するか、これはまた別途動画ができればなというふうに思っています。まあ、去年も岩佐投手の抹消期間、 中継ぎ陣が一丸となって踏ん張ってくれました。まあ、先日は岩皿投手も復活して、今日も素晴らしいピッチング。そして、その岩皿投手の後を継いだ。梶谷投手もしっかり仕事を果たすなど、中継ぎ投手はしっかり安定しています。まあ、チームとして一つ踏ん張りどころになりますが、さらに一丸となって戦ってくれるはず。今後の戦いも引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、本日4月の16日に行われたベイスターズとの五回戦についてご紹介されていただきました。結果は1対2で敗れるということで、タイガースは昨日の雨天中止を挟んで二連敗。そして、横浜。 スタジアムでは去年6月の28日から10連敗という形1999年8月から2000年5月にかけての10連敗以来で球団としては横浜スタジアムワースト記録来週タイガースはカープそして初対戦のドラゴンズと6連戦始まっていきますが一体どういう戦いになるか、まあ、昨日単独首位浮上して、まあ、今日敗れるというね展開になりましたけれどもまだまだ順位どうこうではなく一つ一つの試合を勝っていくこれが重要ですこれからどういう戦いになっていくか注目していきましょう皆さんは今日の試合内容についてどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご ご意見というのもお聞かせいいいただけるとと嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者4万1300人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者4万2000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします でまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。タイガースは今シーズン初の連敗になりましたが、これをすぐに止めることが大事。来週以降どういう戦いになるか注目していきましょう。でまた。